その人は今足早に歩き始める。いつもと同じ通りを、なのにどこか新しい自分を感じて、気の職場で言われたら言えない言葉だけどちょっぴり優しくて、一人ぼっちじゃないことを噛み締めてた。このまま柔らかい気持ちが胸に溢れてきたら、迷いや疑いや怒りは口元ゆるめるか。
続